おはようございますベイサイド・イングリッシュ英語コーチの中尾正郎です。今日はですねその日は来るということでお話しさせていただきたいと思います。やると決めてしまえばその日は必ず来ます。そしてその結果がうまくいってもうまくいかなくても、えー、結果はそうやって出てきますしその日はまた過ぎていきます。そしてそれが自分の中で経験として積み上がりますし違う視点が手に入ります。でですので 決めてて、しまってもう時間が来るそしてそれが過ぎていくその中で、えー、必ず新しいものが手に入りますので恐れずにもうやると決めてその日が来るのを待っていただければと思いますもちろん普通の人でしたらその日に向けて全力で努力しますので、えー、それがうまくいこうとうまくいく前とその経験として自分の中に残るものが必ずありますので恐れずにどんどん挑戦していっていただければと思いますそれでは、 今週も頑張っていきましょう失礼します